どうも、フリーダーミュージックのあやかとヒロです。どうもどうも。お、今日もブーコ太郎さん、うん、好きやねんな、ブーコ太郎。なんか知らんけど、なんか可愛いね。ポップじゃない、めっちゃ、うん、ちょっと近寄ってあげて。え、ブーさんか一番ポップ、うん、一番メルヘンで好き、うん、どうもありがとうございます。ありがとう、耳が元気いいねんな、この子。うん、はい、ということでですね、はい、今日もサプライズ視聴となります。イエーイ。何始まった、このサプライズ視聴をさ、永遠にやりたいのにさ、やっぱいつかはネタが尽きるやん、そのサプライズって意味では、うん、それが悲しいわ。うん、いやもうね、あ、さっき言う、ちょっとそれ撮ってもらってもいいですか、お兄さん。それこれとうとう、ま、袋入ったままちゃうで、出してちゃんと眺めたけど、うん、ほこりたまったら嫌やから。あ、すごい大切にしてる感じ。袋に直してピッカピカの、見て届きました。ブルーレイ、ブルーレイ、ブルーレイ、うわ、はよ見たい、はよ見たい。まだ見てないね、内容あえて見ひんように。曲目見てないね、私も。そう、あえて見なとこと思って、うん、あ、もうはよ見たいな。これでも見るだけゆっくり、なんかもうゆっくり見たくない？見た。なんか何にもせえへん日にさ、うん、休日にさ、ゆっくり見たい、うん、で、これをまあ見るからね、うん、ありがとうございます、うん、置いといて。見るにあたって、うん、先に見ておいた方がいいものって何ですかって皆さんに一応聞いてんけど、何してんの？暑ないの？うん、いや、あったかいな、どうも。寒いの？そう、で、あの、まあ、全部が全部ね、その見ることは無理やから、全部見てたら、うん、結局またみんな遅なっちゃうから、ザ・ファースト・ファイナル、うん、だからまあさすがにこれ見といた方がいいかなって自分で最後あの考えさせていただいて、皆さんからね、意見で、うんうん、これは見ないと、え、どういうことってなるやつをまあいくつか最近選んでこうアップとかしてたんですけど、まあ、そのうちの一つとして今回も見させていただきます。やっぱスカイハイさんやから、私もサプライズ好きやけど、スカイハイさんもサプライズの仕方がすごい上手っていうかね、やってはるから。だっていて座やもん。関係あんのかな、いて座サプライズ好きって。ちょっと分からへんけど、確かに好き。死ぬでしまいに。触手やろ、うん、サプライズされすぎて触手するって話やろ、うん、まあ見ていきましょう、うん、でもね、一つ言えるのは、いつもとちょっと違う、違うの、角度が、え、何、ちょっと一瞬わからんかも、よく見ないと。へぇ、一瞬何が起きてるかわからんかもしれん。あ、やります。あ、あれ見る、目つぶといてください。出たよ。楽しい、この時間私の楽しみ。 いいですか。いいよ。じゃあちょっと準備しますね。ちょっと準備しますので少々お待ちくださいませ。ふわふわして気持ちいいな、これ。何、ワンワン触ってるみたい。うん、ワンワンたまに足でこんなんやってくるやん。なに、顔にずかずか乗ってくんねんね。せいで。はい、ということで、まだいね、スタートって言ったら、うん、画面見てくださいね。わかった、いくよ、うん、いきます。はい、せーの、スタート。ノーベルコアさん。あ、はい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 、はい、よく見てな。でもかな、逆光で。え、誰よ。え、歌ってはるのはノーベルコアさんやね。ノーベルコアさんの曲やで。誰よ。まあまあわかると思うから。ノーベルコアさん、こういう曲も書きはんねんな。なんか爽やかだよね。ねえ、好きやわ。え、ちょっと待って。あ、待って、今、え、待って、今映ったよな、顔。映ったよ。楽しい。お、映ってるよ、顔。
体格でわかるかな、顔と。あ、そのままやな。顔、あ、待って、え、あ、分かったかも。あか、雰囲気変わった。でもランくんやろ。ランくん、そう、ランくんです。こういうダンスするの見たことないもんね。なんかもっとこう、なんていうの、ブレイクダンス風な感じじゃなかった？これはちょっと創作ダンスっていうの？ちょっとジャズダンス入ってたり、ジャンルレスな感じよね。ランくん、綺麗。はい、終わりました。なるほど。ちょっと違う角度やったね、思ってたのとは。に終わりました。何？ちょっとね、あの、わざとだと思うんですけど、そういう演出でね、ちょっと暗めから始まるので、気づくのに少し時間かかりましたけども。わからんかった、全然。わからんよね。あと、そういう、こういうダンスをするイメージがないから、え、どういうことやろうって思いますよね。ちょっと今整理してんねんで、頭の中。整理待とうと。整理待とうって何？整理待ち。チュ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 。あ、間違えた。ごめんなさい。チュ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 。そんなんさ、余計パニックな。チュ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 。やばい、宇宙人おる。見た目からしても地球外生命体よね、この格好。何、もういいの？もういい。もう満足した？満足した。今のしたら余計整理できんよ。もう終わった。じゃあどうぞ。じゃあどうぞって。とりあえず、整理していこう。 OK、 じゃあ質問して。これは、はい、ノーベルコアさんの曲で、はい、フィーチャリング、ランさんってこと？でも一応ね、タイトルにフューチャリングとは書いてなくて、うん、歌ってるわけじゃないから、うんうん、あ、そっか、演者って感じかな。え、ミュージックビデオ の、 あのダンサーさんって、表現者っていうか。なるほど、なるほど。タイトルにフューチャリングの場合はフューチャリングって入るから。そうやね。あの、入らないっていうことは歌ってはないってことやと思うから、うんうん、まあ、もちろんね。なので、うん、この曲はノーベルコアさんの Thanks All My Tears っていう曲に、うん、MV にランさんが出たっていう感じですかね。なるほど。まさかこういう形でランさんが出てくるとは思ってはなかったけど、ヒロ君はどう？ちょっと予想してた。それはなかったね。ね、なかったし、うん、なかったけど、うん、あの、やっぱどっちかかなと思って、ほう、ランさんの場合は、うん、あの、自分の中ではね、あ、あの、歌か、言ってたな。そうそう、ダンスかどっちかかなと思ってたから、あ、そうそうそう。ただこういう形とはもう全く想像してなかった。そうね、うん、私もまさか、ほら、タイトルだけ見たら一瞬分からへんから、うん、教えてもらわないと、うん、え、え？ってなった。一曲の中で、あの、歌うとこは歌って、うん、ダンスとかダンスするみたいな感じか、言ってた、ね、と思ってて、うんうんうん、ダンサーってことでしょ、要は。そうやねんけどな、うん、これは私の個人的な意見なのかもしれないけど、うんうん、表現者に
近いかなと思って、ダンサーっていうよりはこれを見て思ったの、うんうん、彼表現者が向いてんのかなって、うんうんうん、表現者っていうのは 何でも、うんうん、オールマイティーにやる、うんうんうん、彼舞台どうかなって。ああなるほど。別にミュージカルに限らなくてもいいと思うんだけど、うんうん、音楽に結びつけなくてもいいと思うんだけど、うん、なんかこう俳優さんっぽい感じもあるっていうか。確かにそれは思うわ、うん、うんうんうん、なんかその音楽とかなんとかってこだわると彼可能性ありすぎるから、なんか分からんけどもったいない気がして、なんか何でもできる。あ、それしっくりきた今聞いて。やんな、うん、なんかジャンル分けしない方がいいかもしれない、うん、彼の場合は、うん、ジャンル分けした方が輝く人もほんまにおるから、うんうんうん、そのジャンル分けはクソくらいと思うけど、うん、でもやっぱり歌手ってこう定義した方がうまくいくパターンの人もおるし、うんうんうん、でもなんかわからん、ランさんもなんかすごい魅力的やから。なるほどね。表現者って感じやねんな、うんうんうん、パフォーマーとか。その線でいこう。何勝手に決めてで、まあ、あの個人的には最近はちょっと思ってんねんけども、ね、そもそもノーベルコアさんの曲聴くのがあんまり初めてっていうか。そうやんな、初めてに近い。ちょっと今それ聞かなあかんし、誰か当てなあかんし、パニックになってる感じはちょっと伝わってますよ。曲もちゃんと聴きたかったしさ、それこそ、うんうん、2回目見ました。言葉が見つからへん、うん、もうなんか、うん、そう、そんな感じだった私も、うんうん、なんかもう何も言えないっていうか、うん、これがリアクションって言っていい、なんか何言っても間違ってる気がする、そんな気がして拍手することじゃないけど、すいません、なんかそんな気がした、はい、私の言いたいことを言ってくれた感じがする、うん、なんか何言っても間違ってる気がするから、本人にしかやめとこうこれはそれやな、うん、本人にしかわからない、そう苦悩、うん、自分の答えはそれです、うん、うん、なんか言っていい、あのこれなリアクション動画撮るかどうか正直迷って、わ、うん、かるやろこの順番的に、うん、なんでこれ最後なんかなっていうか、うん、もうほぼ見終わってきたやんか、うん、散々、うん、やっぱリアクションする動画を撮るときに、うん、なんていうかな、全部思いはあんねんで、もちろん、うん、あるよ、すっごい命がけなんですよ曲作るって、そうほんまに自分の子供を、うん、あの世に放つような感覚って言うんですけど、確かにそういう感覚はあるから、うん、全員そうなんですけど、うん、なんか簡単にリアクション できるのが逆にすごいなと思って、こういう曲聴いて、もし、うん、自分で無理かなと思って、うんうんうん、まあ、ランくんにフォーカスするとね、あの いろいろコメントは私も出てきたよ、もちろんなんですけど、この曲の背景を知ってしまうとっていうか、そんな知らないよ、彼も全然知らないし、うん、から何も言えない、だから何も言えないんだけど、うん、こんなにもあれかな、だからストレートにぶつけてこられたような感覚で、うんうんうん、驚きもあるんやろうし、多分びっくりする、うん、ここまでダイレクトに曲書くんやっていう驚きと、内容に関してはだからもう本人にしか分からへんから、その葛藤は、あのね、それを感じた。今さ、めっちゃ変な例えするかもしれないですけど、まあ、ノーベルコアさんと、まあ、自分2人で喋ってる会話を、要はもう一人の第三者に喋るのと同じような感覚やから、真剣な話してるのに、うん、他の人に話振るような感覚や、ね、自分から、そういう感じ、あ、コメント言っちゃうと、そうなんか秘密の話を、それも感じたままでいいんかなと思って、自分が、あ、やっぱここにあの保冷剤入れてる人は、うんうん、ちゃうな、そうそれやわ、そうなんか、いや今の表現アートやな、わ、うん、かりやすかった、めっちゃ、そう自分はそう感じたからさ、うん、なんか言葉出なくて、こことの対話を人に言わへんやろってこと、そう秘密話してんのに、うん、他の人に言わへんやろっていう、うん、感動したわちょっと、うん、すごいなそんな感じですね、自分はそう受け取ったから、ちょっとほんまにすごい、ちょっとあのリアクション動画の中でも今日最高に、あのちょっとアーティスティックでしょ、うん、さすがアーティストとアーティストの会話はちゃうわ、うん、なんか今日はずっと勉強なんてね、なんか知らんけど今日そういう日なんかな、うん、学べよっていう日なんかな、私、そう、だからこれがまあリアクションでございます。いや、本当申し訳ないっちゃ申し訳ないですけど、なんかね。いやでも言えないよね。まあそういう時もあるよ。そういう時もありますよ。ほらやっぱみんなそれぞれさ、うんうん、この曲はキャーって言いたい曲とか、この曲はしんみり聴きたい曲ってあるじゃない。うんうんうん、その中でこれはちょっともう
ただこの音と言葉を浴びた それだけみたいな時もあるやん。ある。今回は私たちにとってはそういう曲に。そっちかな。これは人それぞれ感性が違うから。会話してる感じだよね。スカイハイさんじゃない。ノーベルコアさんと会話してる感じ。そう。今のは衝撃的やったその例えが。わかりやすすぎて。多分これで伝わったと思う。こちらの気持ちも皆さんに。ちょっとリアクターらしからぬリアクションで申し訳ないんですけど。いや本当にそれは申し訳ないです。けど多分伝わったと思う今のね。これでいいんじゃないかな多分。今日はほんまに終わりで。まあ、それを言い出すとな、どんな曲もそれぞれの感性やけどな、まあ、全部そうやねんけどね。それを言っちゃおしまいよっていう私たちの立ち位置になってしまうけど、特にかな、特にね、まあ個人的にはね、やっぱランちゃんとレイちゃんがあの準備されていらっしゃると思うので、もうすごい楽しみ、密かに応援するっていう感じ、いや本当それはもう応援してるんで、個人的に好きな2人だからっていうのはあるけど、まずはそこかな、でノーベルコアさんはあんまり私たち知らんからちゃんと聞かなあかんね、まず彼の音楽、いやいっぱいあんねん。そうでしょう。で私もあんまりちゃんと聞いてなくて、そう、オブ時間がちょっと雑草に行ってたから、これから見れるよねっていうお話になってきて、またそこはちょっとサプライズもあるから、すごいね、その努力してきた方なのかなと思って。そうやろうな、もうそういう話をすると、だからさっきの曲につながってくる、それはわかるね、伝わってくるね、ノーベルコアさんの Thanks All My Tears、 プロデュースユータさんだったかな、ユータさん、はい、ミュージックビデオに出演するランさんも共に一緒に見させていただきました。いろんな意味でびっくりしました。いろいろ奪われたね、心がね、はい、ということで一緒に最後まで楽しんでくださった方はぜひチャンネル登録といいねボタンをよろしくお願いします。お願いします、はい、それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。バイバイ。なんかいつもと違うテンションやな。最後ぐらい明るくいこうな、ブーちゃん。ブーちゃん使おうや、ブーちゃん。バイブー。バイブー。やばい、耳やばい、ね、バイブー。広く見えてないよな、耳やばい、バイブー。